はいどうも、ペイちゃんです、今日も、いつものところにシーバス、まあ、短時間ちょっとやりに来ました。今日のね、目的はこの子エクステンス TC なんですけど、ゴメクサさんのハンドルの、ハンドルとハンドルノブね、あの早速つけてみたんで、ちょっとこれ試してみたいなと思ってやってきましたね。で、あの川の状況としては今欧州でちょうど今下げの5分ぐらいですね。で、昨日結構雨が降ったんで結構増水してますね。まあ、この川も増水したらチャンスなんで、あもうあの平日なんですけど先行者の方もちらほら見えるので、まあ、パパッと行ってパパッと釣れたら一番いいんですけど、まあ、どうなることやら、まあ、ちょっと行ってみたいと思います。手前から出そうやね。めっちゃ出そう。まあね、言うて今3月なんでね、おまけにまあ、シーバスはドアフターなんで、あんまり動けてるやつがいないんでね、雰囲気は抜群だけど、まあこれに出るかどうかはって感じやな。んこの、まあ、ハンドルノブなんですけど、めっちゃなんて言うんだろう、まあ、ベイトリールってやっぱりスピニングリールに比べたら巻きトルクが、巻いた時のね力強さが全然段違いなんですけど、なのでなんて言うんだろう、まあ一般的にはねスピニングリールほど繊細な釣りには向いてないって言われる。まあ実際僕もそう思うんですけど、このノブ変えるだけで結構なんて言うんだろう、リールの表情がね、あの見た目だけじゃなくて使用感はだいぶ変わりますよね。もともとエクスセンス DC のノブはあのなんて言うんだろう、まあゴムじゃない樹脂みたいな、 EVA でもない樹脂ですね。で、あのなんて言うんだろう、こう根元が細くて、先端がちょっとこうラッパーみたいな感じで広がってる形状なんですよね。あれはあれでまあ握りやすかったんですけど、こっちの方が、こっちのハンドルノブの方がより繊細に巻ける、そんな感じしますね。さすがに出ねえか。こんなに濁ってると思ってなくて、あんまり派手なカラー持ってきてないな。でもこんな濁りの時はゴールド、これ結構僕の中ではありですね。土茶濁りだともうチャートとかこのぐらいの、まあ、この辺見えますよね、このぐらいの濁り方だったらゴールドがハマることが多いかな。レビーミニですね。いや、さすがにこの流れの中はつけんか。流されすぎないようフランキーで。同じように、まあ多分これがドンピシャかな、今日の感じだと。
ういうとこで出せたら気持ちいいけどな。まだちょっと早いかな、やっぱ。あ、今日のタックルは、まあ、いつものヤマグブランクスのバレスティックベイトの 85M と、エクスセンス DC にゴメクサスのハンドルとハンドルノブで、ラインが、3ラインのキャリアハイの 1.75 ですね。リーダーがフロロの、6号 26.5 ポンド。もうこれが一応ベイトの僕のもう標準セッティングかな。ラインは鳥が結構おるんだけどな、ね、鳥飛んでますね。何かしらベイトはいるんでしょうね。動くなよ。よし、取れた。頑張って顔を遡って上がってくるんでしょうね。もう全部この辺が傷が。いや、連発ですね。かけろはでもすげえな、やっぱ。おお、元気元気。今後も真っ黒、俺は行く気だみたいなね。こいつめっちゃ元気ですね。よし、元気元気。あ、あぶ、なんかすれ。いつもいい食い方しちょんな。うーしゃー、きれいきれい。危ねえ、地味に危ないぞ。あー、きれいな、きれいなっていうか、こいつも川鈴木みたいな顔しちょう。元気や、まあ、いけるかな。おっ、はい、どう。あ、元気。
福山いい、福山。よし。よしよしよし。あ、こいつも綺麗な仕事やな。おっ、水が高いぜ。いうとこ入れたら一撃やもんな。いかがだったでしょうか。今日はまあシーバスのデイゲーム、まあ、増水した、河川でしたね。でやったわけですけど、まあ一番はあのハンドルノブね、皆さんにどんなもんかっていうのを伝えれたらいいかなと思ったんですけど、まあ、使用感はかなり上々ですね。握りやすい、ハンドルノブ握りやすいですし、カーボンハンドルも、全く違和感がない完成度の高さ。値段から考えるとね、結構すごいんじゃないかなと思いますね。ハンドルノブのガタとかもほぼないし、ほぼというかまあ、シム調整とかはね、やっぱり必要なんですけど、製品のばらつきとかを一切感じない完成度の高さと伺いましたね。今後も、まあ、他のリールにも付けさせてもらいましたけど、使っていくだろうなと思いますね。感じがすごいいいです。で、まあ、川の状況もね、最近連れてって、ミノーのドリフトの釣りで、いい魚ポンポン釣れたんで、今日は非常にいい釣りできました。まあ、そうですね。今度は違うタックルにもね、ハンドルつけてるので、今度は違うタックルで試してみたいと思います。またいい釣りできるように頑張ります。それではまた次回。じゃあね、バイ。